ザ・クロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、疲れました今日は肉体労働がありまして、重い荷物を運びました。もう肩もですね、腰もガクガクでございます。とはいうものの、今日は老元像の第2回をお届けしなければならないということで、素材を探してあれこれチャレンジしてみましたが、うまくいきませんでした。その一方で、以前からお話ししていますように、フォトブックの制作にもチャレンジしているところでございます。来月には最後の撮影を行い、その中からベストな写真を選んで作品集が出来上がるわけです。で、今日はですね、失敗した写真を生かすことができないかということにチャレンジしてみたんですよ。具体的に言えばこの写真でございます。見ていただく通り、主役である人物が暗い、しかも黒つぶれで、向こうにあるグラスですね、これは白飛びをしています。もう最悪ですね。本来この写真はもう永遠に日の目を見ない一枚でございます。でもなんとかならないかなということで、チャレンジしてみました。老元像の良さは適正露出に持っていくことができますよね。コントラスト、サイド、色も調整が可能です。まあホワイトバランスと言いますけれどもね、そのあたりを考えながら、もうほとんど絵を描くように、ここがポイントです。絵を描くようにチャレンジして出来上がったのがこちら。顔を明るくして、ある程度主役である顔を見せる、そして空間をよりこう立体的に見せるための工夫、明暗を加えたり、あるいはザラザラした質感、粒子感を加え、さらにオレンジの線がありますけど、これ私がマウスで描いた線ですね。いつも使っているミケランジェロの手紙、このテキストを入れています。まあ、そういういろいろな工夫を加えて一枚の作品にしました。ちょっと比べてみましょう。これが失敗した写真ですね。これをベースにして老元像によってよみがえらせ、さらにレタッチを加えることによって一枚の作品にまで仕上げることはできるのかということで生まれたものです。どうでしょうかね。まだまだ工夫はできると思うんですけども、なんとか自分なりにここまで持ってくることができたかなと思っております。いかがでしょうかね。ということでございます。モナクロギャラリーの作品の整理をしたりですね、引っ越しのお手伝いをしたりとかですね、いろいろ今日はありましたけれども、まあこの1枚が、短時間ではありましたけども、その中から作り出すことができたっていうのは、私にとって今日1日の収穫かもしれません。これは DF で撮影した写真ですね。 50mmF1.8G です。フォトショップはそのデータをしっかり読み取ってくれますね。まあそのあたりのところも近日中にですね、しっかり皆さん方に見ていただけるようにしたいと思っています。簡単ではありますけれども、レタッチをして作った一枚の作品を見ていただきました。ご視聴いただき心より感謝申し上げます。ありがとうございました。